さんこんばんは、衆議院議員の原口和郎です。東京に戻ってきました。雨ですね。九州の方はもう雨が上がってですね、晴れてたんですけど東京雨、空から見るともうはっきり分かりますね。低いところに雲が立ち込めてて、だからその分厚い雲じゃないけども、ガンガンに降るような雨ではないっていう感じはしましたね。でも空はとっても綺麗で、皆さん空からのライブ、今日たまたまですね、ネットワーク状況が良くて空からのライブをお送りしましたが、今日は残念ながらA 側ではなくて K 側、つまり太平洋側だったんで富士山の逆側でしたけど、とってもその綺麗な空を皆さんにお届けすることができたと思います。さて、今日はですね、蓮池薫さんに来ていただいて、救う会、家族会、そして、私たち議連ですね、佐賀にも地方議員さんたちの議連があって、その議連の皆様とも一緒にですね、大集会というか集会が開かれる前に、蓮池薫さんと意見交換を私たちでさせていただきました。で、これだけ時間が長く解決に向けた道筋が描けないでいると非常に懸念をしています。ご家族もその親の世代がちゃんと子どもたちに会うことができるということで、家族会は声明を出しています。今だということですね。ところが、核の問題、トランプ政権でちょうど私たちがワシントンに訪れて、全米のほとんどのネットワークが取材に来て生中継してくれましたけど、金正恩氏とですね、トランプ氏の間で、一つの大きな進展を見ようとしましたが、政権が変わってまた暗中模索という状況 で北朝鮮からすると、会ったところがそのただただ会っただけということで、メンツを潰されたんだという人までいるぐらいですね。でも会って話をしないことにはこれはもうどうにもならない。長い間の朝鮮戦争のこの後始末、いや後始末どころかまだ休戦なんですね。で、最近の韓国、米韓の動きを見ると、この朝鮮戦争を本気で終結させようと動いてきてるわけで、ところが日本のこの拉致問題について言うと、そのアメリカの核が解決しないと拉致の問題動かないっていうんであれば、それは人間の時間には一人の一生という意味では限りがありますから、その拉致問題が風化するのを待ってるなんて話には、北朝鮮がですよ、させちゃ絶対にいけないというふうに思うんですね。で、そのためにもですね、私たちは超党派で行動議連、私が副会長をしてますけども、その行動議連でやはり今日の蓮池さんの講演の中にもあると思いますが、その首脳会談の下地作りをですねやらないといけません。それは何かというと、その私たちは90年代の金丸訪朝団を非常に批判的に見てきましたけども、それでも朝鮮戦争を終わらせて、あの頃拉致の問題というのはまだ表に出てなかった、訴えてもそんなことあるもんかと言われてき、たわけですけども、その
北東アジアにおける冷戦を終わらせて、朝鮮戦争を終わらせてですね、一刻も早く被害者の方々を日本に帰ってもらう、そのための行動をですね、どういうふうにするかということを、地元の県議の方々ともお話をいたしました。まあ、私以外は、自民党の県議、始まる前にですね、彼らとも話をしてきました。いや不思議だなと思ったのは、年齢が私より上の県議さんも結構いらしてですね、でもその方々も、県議の奇数でいうと私より後に当選をした人ですね。まあ、議長経験者も何人もおられたわけですけども、佐賀の県議会議長ですね。時代がもう大きく動いてきたんだなっていうのを思います。まあ一人一人の顔を見るとですね、県連会長されて議長された、ルス茂之さんは私の後の佐賀県連の自民党青年局長、私の時に次長してくれた人なんですね。それからこの方も議長ですけど、木原芳文さん、木原博文さんは私に後継指名をしてくださった大坪健一郎先生の秘書から市議会議員、県会議員、まあ、県会議長までなさった方で、中選挙区時代は私の河野っていう町のですね、後援会長をしてくださった方です。今では自民党と立憲民主党で、立場をことにしますけども、この拉致の問題についてはですね、やっぱりその党派関係なしに、国家主権の問題、何よりも人権の問題ですからね、この人権の問題にしっかりと一緒に取り組んでいこうということを確認する、大変いい機会になった。蓮池薫さんは去年に続いて、今年もということでですね、前回に続いて今年もということでですね、本当にありがたいなと思います。片方で、尖閣諸島開拓の日、今日が11日ですから、13日、つまりこうやって東京に一回戻ってきてますけども、あさってにはまた沖縄に行くんですね。沖縄っつっても石垣島ですけど、で行っていいのかなってちょっと気をもんでましたけど、もう関係者だけでやるということで、私もその関係者の一人ということで、私は OK ということになりましたんで、あさっては石垣島に飛びます。で朝の挨拶、やっぱり母も見てまして、ただこのオミクロン株でですね、今日から、誰も、面会できないと、全面面会禁止ということになりました。寂しいだろうなと思います。だから余計にですね、まあ、こういうビデオメッセージで、まあ寂しいだろうなと思ってる反面、今日はあなた昨日の朝の挨拶を朝の挨拶 A ということで入れてるよって、間違って動画をですね、昨日の動画を重複にで YouTube 上げちゃってましたんで、さっき上げ直したところでした。空港に行くまでですね、まあしっかりとチェックしてんだなと思います。で今日は池田銀子さんっていう、まあ、私のお姉さん役のですね、一番最初に、講演会を作って、そして、事務所、あの頃はそれこそその地元に、がその自民党の幹事長さんの県議がおられるっていうんで、事務所も貸してくれてがなかったんですね。でその方が邪魔したんじゃないんですよ。でもみんながやっぱり忖度してですね、借りられないんじゃないかって言われてたんですけど、兄はからんや、いや兄はからへんという言葉遣いおかしいですね、そういう心配をよそに、池田ご夫妻が貸していただいてですね、まあ、それからちょうど私の高校の、そうですね、いくつ上かな、14回だから14上ですね、
今日来ていただいて妻のに手を合わせていただいて、まあ、いろんな悩みを聞いていただきました。もうそうやってね、こう和弘君、あんた困っとらせんね、なんか困っとことあって思うて私来たとよって、あんたが言わなければ私は言わんかったけど、ちょうど言うたから話は聞くねって言ってですね、まあ、ありがたいことです。ちょうどこのコロナでみんな、まあ、私自分の個人のことで悩むっていうのはあまりないんですけども、やっぱりね、家族のこと、それからその地域のこと、国家国民のこと、とってもやっぱり心配ですね。でそうやって聞いてくれる人がいて、で、声は持ってきにしゃいっていうことでですね、あるものを託されて東京に持ってきました。まあ、ありがたいことだなって思います。もうこの帰りの高速はもう高速じゃないですね、ほとんど道が塞がってる状況です。それで、レンボーブリッジまでと思いましたけど、かなり先ですね。そうですね、飛行機からの眺めはすごく綺麗でしたよ。久々にね、10日も佐賀にいたっていうのはちょっとびっくりするぐらいでしたね。で今日私の恩人のその空港に出るちょっと前に、その拉致の大会終わってですね、その終わってるのを待ってたら飛行機に間に合わないんで途中で出ましたけど、恩人の佐賀新聞で、経営の責任者をされていた稲田さんが亡くなられたっていうんで、もうお顔見に手を合わせに行ってきました。もう本当になんかな、人間はこんな風に春風のようにあったらどんなにいいだろうっていう、その鏡のような人でした、方でした。ちょうど私の高校の同級生が今佐賀新聞のナンバー2をしてるんで、彼にどこでやっとって言って来ましたけど、やっぱりご縁の方がたくさんおられて、でもそうやってね、たくさんの方々に支えていただいて、でもいただいたご恩をですね返すんだっていうふうに思いましたね。そうですね、庭の方も着々とですねあれしてます。宴っていう日本初のバラがすごく綺麗に一番南西の端っこで咲き誇ってたんですが、それを剪定した時にですね、やった挿し木、15本中6本が発根していて、新しい一つ一つの鉢にですね植え替えてあげました。これ宴が出てきたらすごいですね。真っ赤なやっぱりバラの美しさっていうかな、やっぱりこの時期を間違えずにやり方をちゃんとやれば命っていうのは芽吹いてくる。車が止まってたんです。これはすごい、これあんなのあんまり見たことない、真っ赤っかです。どこも真っ赤、これはただ僕が行く道
のところだけがかろうじてオレンジかな、かろうじてオレンジっぽいですね。夕方でやっぱり雨弱いですよね。しかも今あの事故車っていうかその故障して止まってた車もいたんで余計でしょうね。この時間レインボーブリッジがあらちょっとピントが合わなくなります。もしかして僕が映ってる。あ、間違って自分の方を映してました。開けると雨が降り込むし。そうですね、入り込みますね。でも本当雨 の、 あの夜の空港ってすっごく綺麗ですよ。動画撮ってますんでぜひあの YouTube にしときます。ご覧になってください。暗くてですね、皆さんのメンションが、いやこれ明るくしても見えんな。完璧に止まりましたね。ありがとうございます。なんかね、本当このあの朝のご挨拶とか聞いてあの心が落ち着くんですよってありがたいこと言ってくださる方もおられて、本当気圧の関係とかね、あるいはもうオミクロンだとか いろんなその外の要因でね、心身の体調を壊す、心身の体調っていうのは変だな、なんか、不調をね感じる人も少なくないみたいで、どうぞその中でね少しでもあったかいものをお互い配り合えたらいいですね。じゃあ、このままいつになるかわかんないんで、もうあのレインボーブリッジはここで失礼いたします。あと動画ね上げられたら上げときます。じゃあごきげんよう、良い夕べを。